筑波大学の野澤豪樹です。活動内容としては、半導体エネルギーデバイスをプラスチック状に展開するという活動を行っています。今回作ったのはですね、皆さん日頃からですねパソコンとかスマートフォンとかそういった電子デバイスを使っていると思うんですけど、まあ、そういった電子デバイスにはですね全てトランジスタっていう小さなスイッチング素子が使われています。で、私の作品ではですねそういった、トランジスタをプラスチック状に柔らかいプラスチック状に展開してあげることで今後ですね柔らかい電子素子が誕生する可能性を切り開く作品になります。ちょっとニッチな部分になってしまうんですけども、トランジスタにおいては絶対に電気を流してはいけない部分というのがあるんですね。で、そこの上に実際に電極を積む必要があるんですけども、その電極の積み方によって電気を流してはいけない部分にダメージが入ってしまって、それで電気を流してしまうということが分かりまして、でそこの電極部分の、積み方にはすごい気をつけました。プラスチックっていうのがやっぱり柔らかくて、軽くて、どこにでも使える、基板になります。そういった基板を見た時にですねやはりここにもし電子的な、電子素子的な機能を付与することができれば、あらゆる場所にですね電子デバイスとしての機能を持たせることができて、それで、その世界の科学技術が発展するだろうと考えて、今回の作品を作るに至りました。現在私がやってる研究内容がですねトランジスタをはじめとして、二次電池とかあとは熱を電気に変換する熱電変換素子、そして、機械学習に関する研究も行っています。今後はですねさらに領域を広げて、太陽電池とか、あとはパワー半導体デバイスとかそういったものにも手を出していってですねその学問と学問の境界部分学際的な領域を、探求していって、それで自分にしか世界で自分にしか出せないアイデアを出していって、その世界の科学技術を発展させていきたいなと考えています。